天下人として広く知られているのは織田信長です。その後豊臣秀吉から徳川家康へと続き戦国時代が終わるわけですが、信長の前に天下人だったのではと評価される人物がいるのをご存知でしょうか。それが三好長慶です。実力はあるのに影は薄い、名将でありながら過小評価されているとも言われている三好長慶はどのような人物だったのでしょうか。今回はその姿を追っていきましょう。三好長慶は大永2年1522年阿波徳島県の戦国武将三好元長の嫡男として誕生しました。父元長は足利将軍家の重臣三管領の一つである細川晴元の家臣で、その晴元の政敵でもある細川高国を討つなど大きな功績を残しました。ところがその勢いを警戒した晴元や元長と仲の悪かった同族の三好長政らが共謀して一向一揆を起こさせ、元長は暗殺されてしまいます。そのため長慶はわずか10歳で家督を継承、母と本拠地の阿波へ逃げることとなったのです。父殺害のために起こした一向一揆ですが、晴元でも抑えられないほど収拾がつかなくなり、享禄天文の乱へと発展していきます。この一揆を鎮静化させたのは父親を殺された長慶です。細川晴元は何を思ったのか、まだ12歳だった長慶を引っ張り出し仲介役に斡旋。長慶もこれを受け入れて使者となり和睦を取りまとめます。父親が殺されてまだ1年足らず、長慶の心境はいかほどだったのでしょうか。現在で言えばまだ中学生になるかならないかの年齢です。よっぽど才能があったのでしょうね。この直後に長慶は元服、数年後には本願寺に味方して晴元や長政と戦いますが、晴元の家臣の仲介もあり、なんと父の敵である細川晴元の家臣に戻っていきます。まだ若年だったという理由で晴元はあっさり許してしまったとのこと。こうして復讐心を抱えながらも長慶は晴元に仕えることとなりました。わずか15歳で収拾のつかなかった一揆のほとんどを全滅、武将としての能力の高さがうかがえます。交渉ごとにも戦にも大気の片鱗を見せ始める長慶、静かにその時を待ちながら。この頃室町幕府12代将軍足利義晴が晴元のかつての政敵細川高国の親類細川氏綱と連携、晴元と敵対します。ここで長慶は頼りになる弟たち三好実久阿谷冬康曽郷一政の力を借りて将軍一派を近江に追放します。この功績により長慶は晴元配下の家臣の中で一番の実力者にのし上がってゆきます。そしてついに長慶と晴元が対立する日が来てしまいます。理由は諸説ありますが、父元長を排除した三好長政の追討を決意、晴元に申し出るも却下。長政は晴元から厚く信任されている人物だったためとも言われています。そこで長慶は越水城で軍議を開き、晴元が長政をかばうのなら主君である晴元も敵とみなすことを決定します。そして長慶は晴元とかつて敵対した細川氏綱と組んで挙兵しました。長慶と弟たちの勢いは凄まじく、晴元陣営は全く歯が立たずに長政は討ち取られました。晴元は将軍足利義輝らと共に近江へ逃亡、今日は将軍不在に陥りました。将軍を都から追放した長慶は官僚の後釜として細川氏綱を立て、晴元派の伊丹親興がいる伊丹城を開城させ摂津を平定します。
こうして長慶は若干29歳にして政権を牛耳るようになりました。将軍不在、王に逃亡、官僚も傀儡なので、実質長慶しか政権を牛耳る人物がいなかったということです。これは事実上の三好政権の誕生でした。一説に彼が最初の天下人と言われるゆえんがこれにあたります。近江に逃げた将軍義輝や晴元は小競り合いや暗殺者を長慶のところへ送り込んだりなど、ちょくちょく仕掛けてはきますが、長慶は軽くいなしつつも彼らとの和睦交渉を進めます。和睦が成立すると、すぐに晴元は氏綱に細川家の家督を譲り出家、義輝は京に帰還することとなります。これ以降、長慶は晴元の家臣から将軍の勅進として位置づけられます。それでも長慶は全ての権力を将軍に譲り渡すことはありませんでした。丸く収まったかに見えたこの騒動ですが、晴元はまたもや挙兵します。権力を掌握したままの長慶に不満を抱いていた将軍義輝も、主戦派家臣の進言により晴元に呼応する形で挙兵。しかし長慶にほとんど相手にされることなく一蹴されて終わり、またもや近江に逃げてしまいます。しかし長慶は再び和睦を取り付け、義輝が帰京する際には長慶自ら出向いてまで行っています。晴元も人質になっていた彼の息子を殺さず、さらには自分の元で元服させてやるなど、異様なまでに寛容な処遇です。この和睦により長慶は足利将軍の名を外交で利用できるようになります。こうして畿内をほぼ手中に収め、将軍官僚にも睨みを利かせるという天下人の地位にまで上り詰めました。この駅や九条家といった名門の公家たちは、これからは足利将軍より三好の時代かと考え、義輝との関係を解消、長慶への接近を図ります。将軍との和睦を済ませた長慶はここから各地の戦に介入、急激な領土拡大に明け暮れるようになりました。ところがこの頂点に至った頃から少しずつほころびが見え始めます。これまでは自分に敵対する勢力、要は細川晴元や足利義輝に味方する勢力の領土を奪っていくというものでした。最初に戦があり、その結果として土地の支配がついてきました。しかし新しく始めた合戦は、三好家に縁もゆかりもない土地を無理やり奪うというもの。当然近隣の諸大名は強い危機感を覚えます。さらに長慶に秘宝がもたらされます。永禄4年1561年、弟の一人祖郷一政がわずか30歳の若さで急死。一政の死は瞬く間に周囲へ伝播してしまいます。一政が支配していた土地での権力基盤が揺らぎ始めます。さらには一政の死につけ込んで攻め入った敵との戦いで弟三好実久が討ち死に、その上永禄6年1563年、長慶の嫡男義興が22歳の若さで突然病死。たった3年で立て続けに3人の身内を失ってしまいました。跡継ぎとしていた息子、頼りになる弟2人を失った長慶は一気に精神状態を悪化させていきます。その悪化した精神のためか、最後に残った弟安谷冬康まで中殺。なぜ唯一兄を支えていた冬康まで殺してしまったのか。三好家の家臣であり、後に戦国一の共有とまで言われた松永久秀の残言によるものともされていますが、長慶がお家騒動を未然に防ぐべく冬康を殺害した可能性というのも考えられています。
冬安を切らねばならなかったことに気を病んでしまったのか、この年に長吉も病没、享年43。長吉の後を継いだのは数正の息子義継。若い当主は重臣に補佐されることとなりましたが、もはや長吉の頃の勢いはありませんでした。一族の結びつきが強く、それに頼った軍事力であったため、そこにほころびが生じるとあっという間に弱体化していきました。いかがでしょうか。30代で天下人となった長吉、その能力の凄さは年齢だけ見てもわかります。しかしあまりにも早すぎる権力の掌握というのもよしあしな気もしますね。いつかは大河ドラマで主役をと思われた方は、高評価、チャンネル登録にクリックをお願いいたします。